はいどうも、不明だよです。今回ですけども、最新ピックアップガチャ最強積むジゼル使っていきます。スキル1からバチコリ強いんでね、ちょっとね見ていただけたらなと思います。ガジェット勢の方なんかはちょっとこの動画見て、いやいけそうだなっていう方は、まあピック引いてこの積むでコイン稼ぎっていうのもありかなと思います。まあ、ただピックでね1体しか入ってないんで、沼るとちょっとねというところは注意していただきたいということでやっていきましょう。まあ、基本的にはね、スキル分回しで、ちょっとね、前積む調整していくのと、フィーバー調整は必要なんですけど、まあ、難易度的には、まあ、ガジェットよりかは、まあ、確かに難しいかもしれんけど、まあ、知れてるかなと。思うんで、まあまあ、全然、乗り換えはありかなと思います。こう言っても次はもうちょっとフィーバー調整で使うかな。マシュマロが消えきっておりませんが、まあがっつりといっちゃいましょうか。くそ、まあ、自分使うと4000枚以上は普通に軽くいけるとは思うんですけど、使っちゃいましょう。で次フィバインでいきますけど、いややべえ、ちょっと待って、4000枚いかない可能性出てきたぞ。ちょっとボムなくなっちゃったんですけど、いっちゃいました。これはループスルーでしょ。しないんかいということで、ちょっときちいきちいけれども、まあまあでも41勝いってれば、でこれはフィーバーするための勝機ですね。うん、よしよしよし、いけそうだね。4000はいけるね。4500ぐらいかな。いけるねって言ったらめっちゃギリギリやん。ギリギリやった。まあでもこの強さですよ。4151枚という、まあ、この強さが強いんですよという感じですね。まあでも久しぶりに使ってこんだけ稼げるんで、確か自分4500ぐらいは行ってた気がします。もうワンプレイやってみましょうか。ボムキャンなしでもいいんですよ。なんで、まあ、ボムわざわざ調整しなくてもいいかな。まあ、ボムあれば、ラッキーぐらいな感じでプレイした方が、いいかもしれないですね。まあ、もう使っちゃいます。あいつも多いですし。で、ボムもないですけど、全勝強、ナイス。こっちの方がね、コイン入るんですよね。ボムなしだとね、ちゃんと入るんです。ボムあんのにボムキャンじゃなくて、何やったのね。ミス。使っちゃいました。上からこれジゼル降ってくるのを願ってるんですけども、いや降ってこねー。まあまあまあ、フィーバーインで使えるからまあいいっしょ。
まあ、悪くはない。ペースは悪くないですね。さっき4100枚だったんですけど、まあそれは最低超えたいですね。それでも おい、これで2000。あいつに消したくなかったけどな。さあこれで3000枚。うん、よし行こう。で次フィーバー調整で行きましょうか。悪くはない、悪くはない。ボムがあるけど、ボムキャンするか。なんでそこでボムキャンしてんねん。さっきよりかはいけてるけど、なんか納得できない。よいしょ、チュー、4400。強いっすね。あ、でもこんぐらい稼げるっすね、やっぱ平均は。いや、ラスボいっちゃん少ないんじゃないですか。ってな感じでね、やっていただければいいんじゃないかなと思います。ジゼルね、強いんで、はい。まあ、無理して引く必要はなくて、まあ、3階最優先ではあるんですけども、はい。一応、こんなツムいるんだよっていうところは認識していただけたらなと思います。スキル1にしてはめちゃくちゃ強いです。はい。ということで、以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。I'm gonna make it.